はい、皆さん、こんにちはでございます。ということで、今日もやっていきましょう。ジョジョ DR でございます。ということで、たくさんのご応募、ありがとうございました、タウンの。本当にね、もうたくさん、もう毎回毎回、どん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 ね、こう、応募していただいて、本当に幸せ者だなと思っております。でですね、まあ、2名ほど、タウンのメンバーとも話し合った結果、まあ、2名ほど選ばさせていただくことになりました。まあね、ちょっとダメだった方もまたね、応募動画を出すと思いますので、その時にまたぜひぜひ応募していただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。さてさて、もう何やっていこうかな、今日は。なんか今回のイベントは結構まったりというか、あんまり、がっつり、私個人もやっていないんですが、で、覚醒メダル、まあ、カーズがですね、星6になるってことで、やっていこうと、ちょこちょこやってるんですけども、ちょっと覚醒の導きすごくしんどいね。そうなんですよね。今回カーズでちょっとがっつり回ろうかなと思ったんですけど、まあ出ないし、その応答で回れないんですよね。結構敵も強いので。なんでそれもやんない、自分がプレイしなきゃいけないっていうこともあって、結構骨が折れるような。で、サンドイッチもね、結構減っていくっていうんで、でも全然出ないね。10回にダイヤが1個落ちたら、まあ A4 やなぐらいの感じなんで、まあまあこれもね、ゆっくりやっていこうかなとは思っております。はい。それでは、今日は何していくかというと、皆さん大好きなガチャ動画になっていきます。ちょっとね、ダイヤの方がないんで、あれなんですけども、第2弾、プレミアムガチャフェス来てました。これ第1弾もう終わっちゃったから何枚が引けてないのもあるんですが、はい。まあ、空城城太郎だ。ここのね、九条城太郎。なんか結構空気だよね。まあでも強いとは思うんですけども。で、かき氷持ってますね。ジョセフ・ジョーさん持ってます。ポルちゃんは持ってなかった気がするな。なんで、まあ、当てるなら、まあ、城太郎がいいかなと思っておりますが、まあこれもね、星4以上なので、まあまあ楽しんで回せるかなと思います。第1弾ちょっとね、当たんなかったんで、まあまあまあ。まあちょっと本気を出してなかったんですよ。ぶっちゃけ。今から本気出すんで。当たりますように。それではやっていきましょう。4回しかないんで、まあ、パパッと引いてね、パパッと動画終わりたいなと思っております。それでは一発目どうぞ。来るんですよ。来ないな。なんか最近当たらないんだよな、ここ最近。でもなんでだろう。あ、でもですね、まあおかげさまで、まあ私仕事なんですけども、チャンネル登録者数も1500人突破したことということでね。まあ、突破した。今日口回んないわ。ごめんなさい。突破したので、まあまあね、運営さんからお祝いに星をいただいても、わりかし悪くはないんじゃないかなと思っております。この頃は。やっていきましょう。来い来いよ。はい。あ、でも夜じゃないからな。カットイン来ない。はい。何やねん。ちょっと期待させやがって。いや、ほんと最近当たんない。なんで当たんないの？なんで？どうやったら当たるんだろう？なんかね、ここ最近本当に当たんない。やばい。引くほど当たんない。カモンカモン。ここに、ここパワー連打したら大丈夫的な。行きましょう。3人じゃ無理なんだってもう。いいってそういうの。ちょっと調子悪いっすね、最近。なんで。あ、まあ、あと1枚あるんで。なんで当たんないの？何これ？なんでなんか、光一くん、何これ？なんか色ついてなかったっけ、これ。何この黒い、ゴミみたいな。あれ、こんなんだったっけ？はい、ではラストいきます。全神経を集中してやっていきましょう。聞こう。iPhone に聞こう送っております今。はい。OK です。いきます。カモン。はーい。これ、あれだね。4ガチャなんだろうね。4しか出ないガチャなんだろうね。あ、4太郎だ。4だけに4太郎ですね。
はい、ということで、まあ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 、また外れ、ちょ、ここ最近本当にね当たんないんですわ。びっくり、びっくりマンチョコ、本当に。ちょっと、あ、でも配信とか、ちょっと最近頑張りすぎてたから、ちょっとお疲れが出てるのかもしれないね。ちょっとこれから動画頻度とか、生放送の配信を落としながら、力を貯めてガチャを引こうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。皆さんはどうだったでしょうか。まあ今回第2弾、あんまり、まあね、初めからというか、結構長くやってる方は、まあ、もうダブってるキャラも多いので、あんまり、第2弾あんま面白くないなって思う方もいらっしゃるかもしれません。コメントの方ぜひぜひよろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。バイナル。